国鉄キハ40系機動車は1977年から1982年にかけて日本国有鉄道が製造した機動車である。これは国鉄の車両称号規定に則っ,った正式の系列故障ではないが同一の設計思想により製造された機動車の形式を便宜的に総称したものである。具体的にはキハ40系キハ47型 キハ四48系の3形式及びこれらの改造により発生した派生形式を指す。1977年から1982年にかけて計888両が製造され、日本全国各地に投入された。電車に近い車体構造の機動車で、当時の在来機動車に比し、客室設備の改善や走行機器の刷新などが図られている。一方、 在来の機動車より、エンジン出力は若干増加したものの重量も増加しており、運動性能はあまり向上していない。本系列は、客用の片引き道を車端部2カ所に設置した、キハ40系、キハ48型と、都市近郊向けに、両引き道車体中央に寄せて2カ所に設置した、片運転台のキハ47型に対別され、 各形式とも投入線区の機構に応じた仕様の違いと便所の有無によって万代区分される。国鉄分割民営化後は自己廃社となった1両を除く887両が JR 各社へ承継されたほか、仕様線区の事情に応じた改造を実施し、区分万代が多数生じることとなった。2000年代後半以降は、新型機動車への置き換えや地方線区の廃止に伴う、 廃車が本格化し、東海旅客鉄道では2016年に全廃となった。それ以外の各社でも置き換えが進み、一部の車両は私鉄や日本国外への譲渡も行われている。会社別の保有数は以下の通り。1950年代中期に量産された国鉄初期の液体式機動車であるキハ重系は1970年代後半に入ると老朽化が目立つようになった。 木波重計はそのエンジンの比率差を軽量化で補う方針であったが、当時の技術との兼ね合いもあり、同時期の客車や電車よりも、車体断面が小さく、接客設備や台車も簡素なものとなった。そのため、1970年代に入ると早くも、陳腐化が顕著となり始め、特に座席と台車設計の不備による乗り心地の悪さは問題となっていた。 木波重計は、台車の心ざらか重上限が小さく、重量増となる座席の交換や、ロングシート化が困難で、交換用台車の申請などの改造予算確保より、新車製造予算の確保が優先され、1970年代後半まで抜本的な対策が講じられなかった。一方で1970年代の国鉄は、労使紛争が激しく、 組合側は労働環環境のの改善を強く要求ししてていたその一環として国鉄車両にも安全対策や整備性の改善が求められ国鉄ではこの時期に1950年代から1960年代にかけて設計された量産形式を基本に随所を改良したマイナーチェンジ車を製造し続けていた本系列もその方針のもとにキハ重計のほか。 1950年代後半に製造されたキハ55系とキハ20系の老朽化も視野に入れ、それらの代替用として開発された。本系列は1974年に開発されたキハ66系をベースにしており、車体や制御回路、変速機、ブレーキ方式などの基本構造は同系を踏襲しているが、搭載機関は同系搭載の12気筒から、 基本設計を共通化し出力基等として出力を半分に落とし当時の国鉄の技術力予算に見合った設計としている。また国鉄時代には全国で大規模な車両の配置転換を行っていたことから暖房やラジエーターなど国間地向けを基本として設計された箇所が多く温暖地で間地向け車両が使用される場合は過剰装備となる。 なお本系列ではそれまでの機動車のように、北海道向け車両を別形式とせず、同一形式内でのバン区分としたのも特徴である。構造、外観全長21.3メートル、幅2.9メートルで、既存の急行系機動車同等の大型車体である。国間地や海岸沿いでの使用を考慮して外反、屋根板、床板には、当時の構成車両標準の車両用対構性 高張力鋼板を用いて耐久性を向上させている。板厚は例えば同じ SPA を使用した201、軽電車と比較すると、外板厚が 2.3mm に対して、国鉄機動車標準の 1.6mm、屋根板厚は 1.6mm に対して 1.2mm と薄く、大枠に設けた軽量鋼とともに軽量化に配慮している。 製造当初の車体塗装は、朱色5号一色である。前頭部形状はキハ66系を踏襲し、踏切事故対策として、高運転台化、運転室長さの 350mm 拡大、前面の外反の 4.5mm 厚への強化、床下前面へのスカートの装着をしている。運転台窓は、運転席からの視認性に配慮して側面部に回り込んだ。 パノラミックウィンドウとし、前消灯は前面窓状に RBS-24V 型150、50W シールドビームが2灯、微灯は在来系機動車よりも高い位置に 40W のものが2灯、それぞれ左右に振り分けて設置され、貫通路直上には列車種別表示器が設けられている。この構成は設計年次が近い機弓28型なども同様で、 当時の標準設計であった。側窓は、間地形、断地型は、外はめ式のアルミ合金製二段ユニット窓として、工数を削減している。一方、国間地形は、小型の一段上昇窓で、FRP 製窓枠によるうち、窓を組み合わせた二重窓構造をとし、陶器の車内保温を測っている。設備機波40系、機波48型は、 車体両端2箇所に1メートル幅の片開き扉、木四47型はやや車中央より2箇所に1.3メートル幅の両開き扉を設けており、いずれもステップ付けの半自動扉である。ドアエンジンは、両開き式は木四45型と同じ TK106 系、片開き式は木四46型と同じ TK105 型で、在来車のような半自動式用ではなく、 自動式用、ドアエンジンの指令回路を変更して、半自動動作としており、人力での開閉は、やや重い。キハ40系、キハ48系の感知、国感地系は、客室と、出入り台の間に仕切り扉を設けたデッキ付きとし、寒冷時の保温を図った。運転台は、機器配置、座席形状とも、人間工学に配慮した構造である。また、 投入線区の運用実態に即し、側面にタブレットキャッチャーと、その保護板を設け、タブレット閉塞式での通過運転に対応した。客室内壁の化粧板は、在来系機動車に比してやや明るい色調であり、初期の車両は、キハ40系、キハ48型は、薄茶色、キハ47型は、単力色であるが、中期以降の車両は、北海道。 温州医難用ともクリーム色となっている。座席はボックスシートを基本としてドア付近にのみロングシートを排したセミクロスシートとした。ボックスシートはシートピッチをキハ58系までの急行経車用と同等の 1470mm とし一般系機動車として初めて人間工学を取り入れた新型状のものとした。このため 本系列はキハ45系のシートピッチ改善車のように見える構造に仕上がっている。便所は FRP ユニット組み立て式で、キハ40型は、出入り台側から、内開き扉、キハ47型、キハ48型は、側面の客室通路側引き戸から出入りする方式とし、水タンクは、屋根上搭載の重力給水式として、ポンプや空気配管を不要としている。 汚物処理装置は、搭載を考慮して、機器搭載スペースを確保する準備工事が実施されたが、当初は、地方路線の汚物処理施設整備が進んでおらず、便所装備車は、前車が従来通りの垂れ流し式であった。機関従来の DMH17 系機関に変えて、DMF15 発作型を搭載する。この機関は水平シリンダー型の4年消失式、直列六気筒機関であり、 t b 十一バイト型排気タービン化球機を装備、補機類は CW750D 七空気圧縮機、d m 九十九 m もしくは d m 九十九バイト型四区場、交流発電機などで、いずれも歯車駆動として V ベルトを配している。このエンジンの定格時燃料消費率は百八十五グラム p s h であり、旧来の d m h 十七系と大差はないが、 後に JR 東海が基幹乾燥を行った際には燃費が乾燥前の71%に改善した事例がある。この機関は1963年に開発された DMF15HS 型の派生形であり、排気タービン下級機あり、中間冷却機なしの構成としたものである。液体変速機、減速機変速。 直結各一段の DW10 型を装備する。これはキハ65系、キハ66系に搭載された DW9 型をベースにとしたもので、液体変速機の構成は、在来標準系の DF115TC-2 型に対して DW4 型、DW9 型やで重軽用の DW6 型などと同じ中高速での引っ張り力を確保するとともに、 エネルギー損失を抑制した一段三要素となり、クラッチはいずれも湿式多番式で変速、直結が各3枚、逆転機が8枚の構成となっている。なお、変速と直結の切り替えは、変速機の入力軸と出力軸の回転差を検出して、機関の吹き上げ、アイドル指令を出し、最適な回転数で切り替える半自動式とすることで、 ショックのない変速としたほか、変速機の特性の異なる手動変速の在来系機動車との並結に対応している。変速機油冷却は従来の空冷式から油冷却機による水冷式に変更となっているほか、変速機油は従来の DF115TC-2 型では軽油を用いていたが、本形式では変速機内部の潤滑油を共用して、 シール機構の簡略化を図った。また、逆転機を台車に操作するのが困難なに、軸駆動車用の DW9 の構造を踏襲して、逆転機を変速機内に内蔵し、台車側には、推進軸の方向転換と、最終減速弾を受け持つ減速機を操作している。なお、減速比は2.995と従来の一般系、機動車よりも、わずかに大きくされている。 液体変速機の構成の違いにより、軌動時の同輪周引っ張り力は、キハ20系の2 5 0 0ラム弱に対して2 4 0 0ラム弱と、低く、車両重量の増大と、相まって、キハ40系イコール低出力のイメージを強める一因となっている。一方で、例えば時速1 0トルでは、キハ20系の約1 8 0 0ラムに対し約2 1 0 0ラム。 時速 50km では約 600kg に対し約 800kg と逆転しており、当初特急急行形用として開発された変速機の中高速域を重視した特性が現れている。駆動方式は一軸駆動で車両内側よりの台に軸を駆動しており、台車2機波65系。 キハ66系の第二減速機と共通のギガバイト122系減速機が総化されている台車国幹地形幹地型は本形式用に新開発の DT44 型 TR227 型もしくは DT44A 型 TR227A 型空気バネ台車を採用した一方、ダン型はコストダウンを優先し 従来からの標準台車である、コイルバネ式の DT22D 型、TR51C 型を採用しているが、台車に逆転機を搭載しなくなった分、側張りを軽量化している。DT44 型、TR227 型もしくは、DT44A 型、TR227A 型は枕バネを空気バネとしたが、これは寒冷地域でコイルバネの間に、 雪が詰まって固着して、バネが効かなくなる問題があったこと、北海道には地盤の悪い定期格路線が多いこと、軽量化、構造の簡略化、省力化などを考慮したもので、軸バネはコイルバネをゴムで被覆した、いわゆるエリンゴバネとして、雪紙を防止している。初期に製造された車両は、軸箱支持方式がペデスタル式で、 荷重を軸箱直上の軸バネで伝える DT44 型、TR227 型であったが、以降は静臨子交換を容易にするため、軸箱指示方式を鑑式円筒案内式とした DT44A 型、TR227A 型に変更された。枕バネは、保守面での制約などから、空気バネを車体直結とするダイレクトマウント方式ではなく、 ボルスタ直下に上揺れ枕を置きその下に空気バネを挿入するインダイレクト方式として基本構造を DT32 系と共通化しており空気バネ、ボルスタアンカイル V4 から1系空気バネ自動高さ、調整装置などは同系列と同一もしくは一部変更品を使用している。枕バネを横合成の高いダイアフラム型空気バネとして揺れ枕釣りを廃止したことや ブレーキシリンダの台車走下などにより、台車の容動特性は優秀で、DT22TR51K コイルバネ台車を装着する一般的な急行系機動車を超える乗り心地となった。また、各形式ともセーリング後の自動隙間調整機により、ブレーキシリンダストローク調整作業を省力化している。ブレーキキ六66系と同じく、 1 2系以降の新型客車で実績のあった CL 空気ブレーキに電磁弁を加えた CLE 空気ブレーキ装置とした。これは従来型機動車の標準ブレーキ装置であった DHK 自動空気ブレーキの A 動作弁に変えて3圧式制御弁を使用しブレーキ弁によるブレーキ間の減圧と並行して各社の C13 から 4A または A14 から4電磁弁を制御する電磁自動空気ブレーキである。この CLE ブレーキは DA1 系と比較して空1バイト制御弁により空気圧指令時のブレーキ応答性が向上し BP の最大限圧量が 1.4kg 平方センチメートルから 1.8kg 平方センチメートルとなってブレーキ制御範囲が拡大されたほか U5A オ荷重弁により 荷重に応じ、ブレーキシリンダ圧力が自動的に増減される。また、電磁弁の負荷により空想、米時間の短縮による列車衝動の緩和や保ち作用が可能となる。あるいは非常ブレーキ動作時の伝達促進が得られるなど、作動性や操作性、整備性、それに保安性が改善された。床下の制御弁関係は、 c 二十六 a ブレーキ制御装置として一つの機器箱内にユニット化し電熱ヒーターを装備して凍結防止を図り加えて直通予備ブレーキ装置と大切ブレーキ装置を装備しているなお DHK 自動空気ブレーキや DHK 電磁自動空気ブレーキを搭載する在来機動車とも相互に並結可能であるが DHK 自動空気ブレーキ搭載車との混用の 場合、電磁弁が使用不能となるため最大連結量数に制約が、生じ、ブレーキの応答性能も低下する。冷暖房装置暖房はキハ20系の後期、製造者やキハ45系の温水暖房式から一部のバスでも採用されている温風暖房式となった。これは、機関冷却水を床下の熱交換器に通し、ここに外気及び、 室内空気を通して、温風として車内に循環させる方式である。また、気温が低い時、下り勾配、停車時など、期間の排熱だけでは、冷却水温が上がらない場合には、気管指導用の WH250 バイト型機関余熱器を使用して、気管冷却水を加熱するが、外気温が0度程度までであれば、気管余熱器の使用は不要とされている。 一両あたり2機搭載された重量 125kg、放熱気水、容量 14.3L の熱交換器により、暖房能力は高潮3万 kcalH ロロとなり、従来の軽油燃焼式温風暖房に比して、著しく強力な暖房能力を得た。また、機器搭載に床下スペースを必要とするが、温水管を車体内に引き通す必要がなく、 構造も単純であった。加えて運転室内に自動車用温水暖房装置である WH33 型が運転席側、助手席側に各一機ずつ設置されている。一方、冷房装置は製造時には設置されず準備工事も見送られた。当時は地方路線の冷房化は時期尚早であると判断されたほか、本形式の DMF15 発作機関は DMA117 系と比較して2割程度の出力像であるが、車両重量が大型化や事故対策などで増加したため、満足できる走行性能が得られず、そのため、自重像となる発電セットの搭載や、機関出力を低下させる直結式冷房装置の搭載が困難であったことも、理由である。ジャンパ連結基本系列の初回生産グループである、 昭和50年度三次債務者は各社間で各種電気信号の伝達を行うために用いるジャンパ連結機として在来の一般系機動車と共通の制御用、K53 型を2個と放送回路用、K66 型を1個、それに電磁自動空気ブレーキ指令用の K67 型を1個の計4個のジャンパ連結機を実装していた。冷房装置を備えない。 一般系機動車ではこの4個のジャンパ連結機が、冷房搭載の急行系機動車ではこれに加えて、冷房制御用の毛53型1個と、高圧電源供給用の毛 8K1 個が装備される。しかし、技術の発達に伴って、後追いでジャンパ連結機を追加していった結果である、申請数の少ないジャンパ連結機を多数接続する、この構成は、 複数の異なった形式を並結するために必要であったが増解決作業が煩雑となり保守上も部品手数が増えて望ましくなかった。このためそれらすべてを本系列の設計の基本となったキハ66系で二両ユニットの連結面間に使用されていた新世代の多芯ジャンパ連結機である K91 が与え集約、置換することが検討され、 二回目の生産ロットとなった昭和52年度一時債務者では、その準備工事として、つまめん向かって、左下に大きな縦長のくぼみを設け、将来ここに、K、K91 型を格納する計画とした。その後、昭和53年度本予算者では、ジャンパ連結機格納用のくぼみはそのままに、新たに設計された、K、K93 型1個で、 従来の K53 型2個を置き換えるように計画が変更された。K93 型には在来の機動車との並結を考慮して K94 型アダプタが用意され、これを K93 型にボルトで固定することで K53 型2個を備える一般系機動車と並結可能としている。なお、K53 型2個の接点数は合計で30であるため、 接点数61の K93 型では多数が既接点となる。これは K66.67 型相当の信号線の割当て予約など将来的な割当て数の増加を見越して接点数に余裕を持たせたためであり、K93 型を K94 型を併用せずに単独で使用する際には、 66.67型型や冷房用のの53型1個の接続が不要となる本系列の大型化した車体や追加装備は重量増加の原因となり、主機関の出力が低いことと合わせて著しくひるきで走行性能が低かったことから、この低性能やそれを招いた国鉄の開発姿勢に対して有識者から多くの批判があった。 本系列による代替の対象となった、キハ10系は1機関搭載車で自長が28トンから32トン程度、同様の構成のキハ45型が33.0トンであるのに対し、キハ47型0番台が35.5から35.6トン、キハ24型が34.5トンに対しキハ40系100番台が36.8から37.6トンであり、 これと比較すると1割から2割程度次長が重いことになる。これに対し、搭載機関の連続定格出力は220、PS で同輪周引っ張り力は例えば10時速 55km の速度域では約15から45%高いものであるため、単位重量あたりの出力ではキハ10系とキハ20系の1機関搭載車と、概ね同等。 二機関搭載車のキハ51やキハ52などには大きく劣り、新形式車両でありながら走行性能は低く、地方線区の経営改善のためのダイヤ改善にも支障となるものとして批判された。また、本系列を使用した普通列車の速度種別設定は、定義会一で、上り25%パーミル勾配における、近衡速度は時速2 6トルにとどまる。 電閣間へ乗り入れる場合は、電車に比べは々はしく加速力が劣るため、足並みが揃わず、ダイヤ蘇生の障害になったと言われている。1980年代後期から1990年代にかけて、ソネサトルらの有識者からは、この過重量と出力不足が批判され、特に、ソネサトルは、本形式の低性能を、キハ42500型にも劣ると告評している。 DMF15HS の定格時燃料消費率は 185gPSH であり、1940から50年代開発の DMH17 系と同水準で進歩がなく、JR 以降後に採用されたカミンズンタ 855R1 などの直噴機関に比べ燃費は大きく劣る。変字化切り替え速度が高い変速機の飛行率がそれを一層助長した。 また加熱防止のため全出力運転が5分までに制限される DMH17 系と異なり DMF15HS 系は全出力運転の時間制限がなかったため運行中はほぼ全出力で運転できてしまいかえって燃料消費量も増加した DMH17 系機関を一機搭載する車両の代替は可能であったが加減速の多い仕業や勾配路線向きの形式は 制作されなかった。形式は、両運転台のキハ40系、平ム運転台で両開き扉のキハ47型、平ム運転台で片開き扉、デッキ付きのキハ48系の3形式が登場している。国間地用、間地用、団地用の番台区分に加えて、トイレの有無による番台区分もあり、合計で13種類の仕様が存在する。 型運転台のキハ47型と共に本系列の主軸となる両運転台車で両運転台の直後2カ所に片開き扉を装備し新生児は全車がトイレ付きであった100番台北海道用の国幹地向けとして1977年上木から製造された団地向けのキハ47型と共にキハ4 0系では最初に収益したグループである バンダイ区分が0バンダイとならなかったのは、休憩客車を、機動車化改造した、キハ40型が存在していたためである。車体は、デッキ付きで、一段上昇式の20窓、便所、空気バネ台車を装備する。床材は、北海道向け従来形式のキハ24型などの、後半木材板張りから、1.2mm 厚、SPA 後半と断熱材リノリウム張りに、 変更されている。1982年までに150両が製造された。1977年製の16両のみ、角型水タンク、4人掛けクロスシート12組、客室の小窓が両端配置、客室の化粧板が薄茶色、台車は軸箱指示装置がペデスタル式の空気バネ台車である DT44、TR227 などの特徴を持つ。 1978年以降に製造された117から250は設計が変更され、4人がけクロスシート12組プラス2人掛かりクロスシート2席となったほか、水タンク、窓あり、外気道入ルーバー、スカート形状がキハ40系2000番台一時型車と同様になった。客室の化粧板はクリーム色になり、台車は DT44ATR227A に変更された。1988年に給料がキハ400型に改造され、残りの車両も1990年から1995年にワンマン化改造で700番台に改版され、廃区分番台となった。500番台主に東北地方を対象とした感知仕様で1977年末から製造された。 デッキ付きで上段加工、下段上昇式のユニット窓と空気バネ台車を装備する。1982年までに94両が製造された。初期に製作された501から520は DT44TR227 台車を装備し、車内の化粧板は単力色である。521号車以降は窓の配置や座席配置が変更され、 車内の化粧板がクリーム色系、台車が DT44ATR227A に変更され、スカートの形状も変更された。520以前の初期車両は、譲渡や淘汰が進み、2020年3月13日まで万越再線及びただ未線運用に充てられていた、郡山総合車両センターの502のみが運用されていた。 2000番台関東伊勢の団地向け仕様で1979年に製造が開始された。窓は外場目のユニット窓であるが113系、電車1000番台などと同じ2段上昇式である。車内の化粧板はクリーム色系でデッキは装備されていない。当初キハ47型を両運転台式としたキハ41型が計画されていたが、 電所と暖房用ダクトの配置が困難であるため、キハ4 0系5 0 0番台に準じた車体で製造されたものであり、このため型引き戸でありながらキハ47型の両運転台版という性格も合わせ持つこととなった。台車は金属バネの d t 二2 d t r 5 1 c である。1982年までに148両が製造された。本来は、 団地仕様だが、一部の車両が、小賀線、只見線など、関連地で運用されている例もある。西日本旅客鉄道に承継された車両の一部は、ベルモンターニュエメール仕様や、天空の白竹田た定石号仕様に改造されている。このうち、1980年製のキハ42-055は、1983年6月に起きたイブスキ。 枕崎線沿線の集中豪雨が原因の事故によって大破し、同年7月付けで廃車された。これは国鉄時代の本系列唯一の廃車である。1.3メートル幅の両開き扉を車体中央より2カ所に配置した、いわゆる均衡系のレイアウトで、客室窓は2段上昇式ユニット窓、デッキは装備せず、北海道向けの国間地仕様も存在しない。 キハ40系、キハ48型よりもラッシュ時などの客扱い能力を重視した型運転台車であり、シムケチとトイレの有無によるバンダイ区分がある。車内の化粧板はクリーム色系だが、初期に製造されたキハ4 7一から16は緑色系である。例バンダイ、1000バンダイ団地向け仕様で金属バネ台車装備。 トイレ付きの霊番台車は1977年、紙機に製造が開始された。1983年までに193両が製造された。トイレなしの1000番台車は1978年から製造が開始された。1982年までに134両が製造された。この団地向け機波47型327両が本系列の最大グループである。 500番台、1500番台新潟地区向け、幹地仕様で空気バネ台車装備。1978年から1980年に、かけてトイレ付きの500番台車22両と、トイレなしの1500番台車21両が、製造された。本来は、幹地仕様だが、国鉄時代に、越後線とや飛行線の電化に伴い四国や中国、九州など温暖地に展示。 そのまま運用される例もある。なお、中国地方の山間部の中には、東北上新越並みの寒冷地及び豪雪地帯も存在する。キハ40型と同等の車端部編開きに扉、配置だが、変運転台であり、便所の有無や体幹仕様による万台区分があるが、団地仕様の車両は存在しない。便所は、運転台のない側の車端デッキ寄りに、 設置されている。霊板台、千板台500.1500番台と同一車体、デッキじきりつきながら、金属バネ台車装備とした循環地向けで、1八十一年から九百八十二年に、かけて便所付きの霊板台車が六両、便所なしの千板台車が四両製造され、美濃大田と鶴賀に廃棄された。鶴賀に配属された車両は1991年に、 小郡へ転出し、そのうち5.6003の3両が2003年に、岡山へ転出、6.1003は2010年3月31日付で、廃車となった。2018年4月1日時点では、下関から金沢総合車両所と山支所に転属し、花嫁の連に改造された4.1004のみが、在籍する。300番台。 1300番台、北海道向け国間機仕様で、1982年に、ごく少数が製造された。デッキ付き、一段上昇式20窓の車体構成は、キハ46系とも類似する。輸送量が限られた、北海道の路線では2両編成以上が必須の、型運転台車は使いにくく、便所付きの300番台車は4両。 便所なしの1300番台車は3両の製造に止まった。304と1300番台前車が1988年にキハ480型に改造され、1300番台は廃区分番台となった。また、301から303の3両は北海道旅客鉄道に承継された後、2012年6月1日のダイヤ改正で、 殺傷線の一部区間が電化されたため運用から外され3両ともミャンマー国鉄に売却されて300番台は廃区分となった。500番台、1500番台機ハ40系500番台と同様の完治使用者で1979年から製造が開始され1982年まで増備された。デッキ付き上段加工、下段上昇式ユニット窓と 空気バネ台車を装備している。便所付きの500番台は59両、便所なしの1500番台は50両が製造された。主に東北地区や飯山線、高山本線に投入された。車令が若かったこともあり、国鉄時代に行われた海版を伴う改造は、キハ40軽1番台のみである。また、冷房改造は鹿児島地区のみで実施された。 冷房化改造イブスキ枕崎線で運用する本系列に対し、後輩対策のためバス用独立機関式クーラーのトヨタ 2J と自動車用車内放熱機の RH21 を用いた AU34 による冷房化を1986年から1987年にかけて気派40傾向量及び気波47型重量に実施した。 期間直噴火改造1983年製の、キハ37型に搭載した、DMK13S の実績に基づき、本系列の DMF15 発射についても直噴火と、電子ガバナ化改造を実施した。試作として、キハ40109及びキハ4747.48034が改造され、試験の結果16から20%程度の、 燃料節減となったため、その後1987年までに、北海道配置のキハ4 0系1 1 2両が改造された。キハ4 0系1 0 0 0番台から須山線向けに、団地向け2000番台からトイレを撤去するなどの改造を行ったグループで給料が改造された。1001から1007は、国鉄が1986年11月末から、 翌1987年3月末の間に、1008と1009は、カラス山線を継承した東日本旅客鉄道が1991年と1995年に、各一両を改造した。改造時期やその後の改造などにより、形態には、異がある。キハ4001から1007、1979年4月から5月に、宇都宮運転所に、 新生配置しカラス山線で運用していた、キハ40系2000万台の内ミ運転所へ、転出した3両を除く7両を改造、改版改造工事は、大宮工場で施行した。トイレの撤去により定員は98名となったが、撤去したトイレ部分の小窓と、屋根状の水タンクが損置された。図書区は、カラス山線独自のローカル色地に、緑色で、 R 字様体模様の二色塗装に変更されている。国鉄分割民営化後は全車 JR 東日本に承継された。民営化後の1990年3月2006を除く6両についてワンマン運転対応改造と座席のロングシート加工時を施行指定員が144名に増加した。同時に車内案内自動放送装置、外部スピーカー、 上校口案内表示機が設置され、客室は、給トイレ部分の小窓をそのまま固定化して座席及び、網棚、釣り手を延長し、ロングシートの中央部の排気管立ち上がり部分には、消火器とくずもの入れを設置した。さらに1995年から1996年にかけて、冷房装置を搭載して、網棚上4カ所にクーリングユニットを装備し、 水タンクとその横にあった通風機が撤去された。上空扉の半自動対応改造も行われた。機関換装は行われていないが、1001.1002-1004.1005の4両は燃料直噴式に改造された。ワンマン化されなかった1006は体幹大切改造を受け、東北地区に転出した。その後さらに2004年に、 秋田総合車両センターでリニューアル工事が行われ、カラス山線に残留した同番台車とは、下記のように仕様が異なっている。木波4008、1991年8月に、高崎運転所の四波42087を改造。他の千番台と異なり旧トイレ部には、他の客室窓と同様のユニット窓が設けられている。また、高崎時代に、 au34 を搭載して冷房化されており、室内はクーリングユニットではなく、天井に冷房用ダクトが設けられている。水体育横の通風機が残るほか、床下機器配置も異なっている。機関は燃料直噴式へ改造された。キハ401009、1995年12月に水軍船営業所のキハ42139を改造。 水軍戦時代に AU34 による冷房化とワンマン化改造を受けため、1008同様に水タンク横の通風機が残っているほか、室内も冷房用ダクトが天井に設けられている。ただし旧トイレ部の窓はトイレ時代の小窓のまま固定化されており、ワンマン化時期の関係で外部スピーカーと乗降口案内表示機の位置も他社と異なる。期間は原型のまま。 2017年に西木川鉄道へ譲渡された。JR 北海道ではワンマン化改造で大半の車両が700番台となったほか、出力向上や急行列車用の車内グレードアップを行った車両が存在する。キハ400系、キハ480系宗谷本線の高速化に向け、急行、宗谷、 天北、リシリに使用されていた14軽客車を置き換えるため、経年の浅かった、キハ40系100番台9両、キハ48系300番台1両、1300番台3両の、計13両を1988年に、急行列車用に改造したもの。それぞれ車番は、改造前から変更せず、形式称号がキハ400系、キハ480型に改められ、 両形式を総称してキハ400系とも言う。特急列車が多くダイヤ密度の高い、函館本線での高速運転や、宗谷本線の勾配区間での優等列車運用に対応するため、期間をキハ百183系550番台、1550番台でも採用された DM 回1 3ルツに変速機は、 同時期に製造が始まった JR 東海機八85系機動車や JR 東日本機ハ100系機動車などに採用された多段式の NDW14 バイト型に交換。特急用機動車と遜色内出力と加速力の向上を図った。この刷新された動力系により、名寄駅で増解決作業が増えたにもかかわらず、 客車時代よりも約40分のスピードアップを達成した。客室のアコモデーションも1 4系客車に遜色ないものに改められた。座席はキハ 183K500 番台と同等のリクライニングシートへ交換され、横引きカーテンや窓かまちに縁取りが設けられた。ただし窓配置がキハ40.48時代のままのため、窓と座席の間隔は一致していなかった。 キハ400型については便所を改良して、隣に洗面所を新設した。キハ480型は、ガネ社が便所付きだった304も撤去して、全車便所なしとしている。また屋根上に、インバーター式の冷房装置1機を搭載して、冷房化したが、機関直結式ではなく、キハ400系客室内の床上に設けた、機器室内に設置した発電用電源エンジンにより、 キハ 400K 自社とキハ480ガタイ参照、交流2 2 0トを給電して稼働させる独立機関式とした。そのためキハ4 8 0系単独では冷房装置を使用できなかった。外観はグレー系のツートーンカラーに赤の細体という独自の塗装に変更された。また戦術のように窓配置は変更されていないものの、 キハ400は戦術の改造によりトイレの隣の窓一つは洗面所スペースとして埋め込まれ、反対側は発電用機関スペースとなった窓二つ、文が同様に埋め込まれて、ルーバーが増設され、使用列車名をあしらったエンブレム状のロゴが塗装で表現されていた。定員はキハ400型が48名。キハ480型は当初68名だったが、 後に飲料水の自動販売機が設置され66名に減少した。全13両で予備車が少なく、またキハ400型が機関室、便所、洗面所付き両運転台車で定員が少ないため、他客機はキハ56系やキハ54型などが増結されていた。その後、老朽化したお座敷機動車を置き換えるため、1997年に キハ4 0 0百1 0 0番台3両が、お座敷機動車に改造されて500番台に改版され、大体はキハ182型が改造の上、転用された。急行用として残った重量は、2000年3月11日のダイヤ改正まで使用されたが、このダイヤ改正で、創や本線高速化完成に伴う、急行の特急格上げに伴い定期運用から、外された。 うち給料は、同年夏に、学園都市専用の一般車に再改造されたが、キハ480から304は転用されず、2006年10月6日付で、廃車された。キハ400系500番台老朽化した、お座敷機動車を置き換えるために、1997年から1998年に、かけて、前日のキハ400系100番台3両をお座敷車に、 改造したものである。同時期に改造された、お座敷車のキハ1 8 3系6 0 0 0番台と、同様、一般車と並結して運用することが可能である。客室を可能な限り広く取るため前くらい側の出入り台を撤去し、塗装は、黒、深い赤、暗い灰色のブロックパターンに改められた。 客室は床面をかさ上げしてカーペット式とし、深さ30センチメートルの掘りこたつ構造としているが、乗客が足を伸ばして、くつろげるよう床面をフラットにすることも可能である。2003年度には冷房装置の交換などの更新改造が実施された。2015年3月31日付で2両が廃車され、残った501も同年11月に解体され、 キハ400型は形式消滅した。キハ 40K700 番台1990年から1994年にかけてキハ4 0系1 0 0番台にワンマン運転対応工事を行ったもので、キハ400型に改造された給料を除く141両全車が改造された。番号は一時車が、種車の車両は元番号に725を足した連番。 その他の竣工順の不安とされている。また、17両が都市均衡輸送に対応するため、旧番号時代の1991年から1992年に座席用にプラス1人掛けに改造している。番号は次の通り。後に期間の乾燥などにより一部が300.350400番台に改造されたほか、789は、 開盤前の1 5 5号時代の1988年に、機関をき破400型と同じ DM k 13Hz に変速機を NDW14 バイトに換装しているが、番号上は区別されていない。DMF15 発車のまま機関の直噴火改造を施行された車両があり、その車両はエアクリーナーが移設されたため、車体側面の機関用吸気口が塞がれている。 循環式汚物処理装置の取り付けが進んでおり、屋上の水タンクを撤去し車内設置に変更した車両も存在する。JR 移行後は地域色を除き外反色が白地に萌え着色と青の帯に統一されていたが、2010年4月に釧路運輸車両所所属の777が首都圏職に変更された。キハ4 0系3 0 0番台1996年に 学園都市線の増発のため、同線での運用に対応する改造をき波 40K700 番台4両に対して行った。期間は n d m 外1 3 h z b に換装され、出力増強が図られた。サービス向上のため期間直結式冷房装置やトイレの汚物処理装置を搭載、混雑緩和対策としてシートが2プラス1人掛けとされた。 客室とデッキの間の仕切り壁が撤去されたことにより、車内の保温が困難になるため、ボタン開閉式の半自動ドアを装備している。本番台は、全車が内部運転所に配置され、同じ駆動所配置で、殺傷線で運用されていた、キハ141系機動車とともに、車体ジーロがライトグレーとなっている。改造時にワンマン設備を外したため、 殺傷線一部電化後は定期運用がなく予備車扱いになっている。キハ40系400番台1996年に、薩沼線石狩東別新突川間のワンマン化と、同区間で運用していた、キハ53型500番台の老朽化による置き換えのため、キハ40系700番台2両を改造したもので、ある。 キハ53型500番台は換算ローカル線での一両運行実現と、降雪時の排雪抵抗造に対応するためにキハ56から改造された両運転台に機関車であった。それを置き換える本番台は必然的に大出力化が求められ、ほぼ同時期に改造されたキハ143型と同様にキハ150系、機動車の駆動システムを元にして、 それまでの改造車よりも、さらに強力な動力装置を搭載しているのが特徴である。機関は、NDMI13HZD 変速機は、直結二段式の NDW14C と、キハ143型と同じ組み合わせを採用し、キハ40標準型の2倍強の出力を得た。台車はキハ143型と違い改造前のものを流用しているが、 出力増大に伴い動力台車は二軸駆動に改造され形式名が NDT44 バイトとなっている。またデッドマン装置に変えて緊急列車停止装置を搭載した。冷房装置は搭載していない。外観上は客用扉を萌え木色として区別している。木ハ 40K350 番台日高本線でキハ 40K700 番台を置き換えて使用されていた。 キハ130型が、車体構造が原因で早期に老朽化したため、これの置き換えのために1998年から1999年にかけてキハ 40K700 番台重量を改造して再投入したもので、相性は、優秀ロマンである。キハ1 3 0系時のダイヤを維持するため機関を、NDMK13HZB に換装して、出力を増強し、 落ち葉などによる空転対策のため砂巻き装置を台車に装備している。学園都市専用の300番台とは異なり車内の改造は行わず、冷房装置も搭載されていないが、外反塗装は白地に青とピンクを配した独自のものに改められている。基本的に日高本線の列車で使用されていたが、2015年以降における同線の一部区間普通。 バス代行に伴い、室蘭本線など近隣線区でも運用されていた。老朽化により、置き換えが進み、最後まで残った4両が、2021年3月13日のダイヤ改正より、室蘭本線の普通列車運用のため、苫小牧運転所に配置された H100 型に置き換えられ、廃番台となった。キハ4 0系3 3 0番台、 キハ 48K1330 番台2000年の宗谷本線急行の特急格上げに伴い余剰となったキハ 400K100 番台、キハ 480K1300 番台を学園都市線に転用するために再改造したものである。通勤・通学用への転用に伴い、711軽電車の廃車発生品を用いて座席をすべてロングシートとした。 また客室、デッキ間の仕切り壁や引き戸を撤去し、代わりにボタン開閉式の半自動ドアを装備している。300番台と同様、この両番台も外反色はライトグレーとした。キハ400型は床上の機器室内に設置した電源用機関、その向かい側の洗面所を撤去して、客室とし、機器室後に窓を一箇所再設置し、洗面所側は窓なしとした。 電源装置の撤去により冷房用電源がなくなるため、両番台とも、キハ 40K300 番台同様の、機関直結式冷房装置の NAU26 に交換され、従来、冷房用電源の関係でキハ400型と、ペアで使用されていたキハ480も単独での運用が可能となった。新たに設置された冷房装置の圧縮機から、 屋根状の本体に至る配管と配線は、客室内の中央付近の側面を通るため、この部分でロングシートは分断され、約二人分のデッドスペースを生じているほか、キハ400系、キハ480系時の装備であった横引きカーテンのレールオイや窓かまちの縁取りが残されている。2012年10月27日に、学園都市線の総園北海道医療大学館の 列車がすべて電車に置き換えられて一部の車両が余剰となった。このうち、キハ4334.335とキハ48331から1333は海外譲渡のため同年11月下旬から12月上旬にかけて陣屋町駅まで公衆輸送された。キハ4 0系1 7 0 0番台後の長期仕様を見越し、 キハ 40K700 番台に延命改造を実施したものである。2003年度から11年程度をかけて全車に施行される計画で、2013年4月時点で84両に施行され、このうちキハ40795が、函館運転所構内の脱線転覆事故で2007年3月7日に廃車になったため、苗棒運転所に5両。 苫小牧運転所に18両、釧路運輸車両所に24両、函館運輸所に20両、旭川運転所に16両の計83両が配置されている。改造内容は、駆動用機関の NDM 回 13Hz、13 2000RPM、液体変速機の直結三段式への換装、その他の付随する機器の交換、客室の床材の張り替え、天井にある扇風機を ラインフローファンに交換、ワンマン運転用機器の更新のほか、屋根状の水タンクの撤去と車内への移設などである。改造車の番号は原番号に線が加えられている。箱館運輸所の1792と1796が2004年2005年の大沼バーベキュー号の動力車として、那覇29000型に合わせた茶色塗装に変更されたが、 その後 JR 北海道標準職に戻っている。2010年4月に、釧路運輸車両所所属の1749と1758が首都圏職に復元された。2016年3月には、江差支線の道南伊さりび鉄道への転換に伴い、9両が同社へ譲渡された。2018年には4両が北海道の恵みシリーズとして、 順次改造を受け運行を開始した。また2019年には二両が三種水名シリーズとして改造を受けた。鉄道院用改造車1999年に映画鉄道院の撮影用として当時釧路運輸車両所に所属していたキハ4764に改装を施した。同作品に登場するキハ12型に近い外観のキハ22型はすでに 定期運用がなかったため、キハ 40K700 番台が改造対象となったものである。キハ4764は、旧キハ4230で、キハ12型に似せて、側窓部の外半に横山を入れて分割市場部を H ゴム指示とした、いわゆるバス窓風に、前面のパノラミックウィンドウを平ら窓に、全消灯を貫通路上部の一等式に改造。 塗装で、経年劣化した状態を表現したほか、形式番号の表記は、キハ12-23とした。映画撮影終了後の2000年3月に、旭川運転所に転、転配。全消灯を、シールドビーム2等に改め、本来の形式記号、を、番号表記を1.4位、側扉点検外情報に小さく追加表記した、以外はそのままの姿で、ポッポヤ号として、 観光目的の臨時列車に用いられたが、集客の低下に伴い、赤北本線でのローカル運用に充てられた後、保留車となった。側面の改造で車体の老朽化が進み、全消灯と窓の変更により、運転環境も悪化していたため、2005年6月24日に、機動車の余剰整理を機に廃車された。廃車後は、車体がに分割され、前くらい、側線頭部が、 ロケ地のイクトラ駅前に保存されている。北海道の恵みシリーズ2018年2月に発表された改造車両。沿線活性化を目的とし、北海道の地域をイメージした外装や、木目の床、木材を使用した背もたれなどが導入されている。全4両で使用車両は以下の通り、それぞれに名前が付けられている。三種水名。 シリーズ JR 北海道は、北海道の恵みシリーズの公表を受け、同様にキハ40系の改造により、観光列車として運行可能な車両を2両を導入することとなった。2019年9月には、ヤマメを公開。キハ401790からの改造車で、外観は広大な大地をイメージした深い緑色となっている。 座席には木を用いたほか脱着式のテーブルも取り付けられ、普通列車としての運用時はテーブルを外す。2019年10月には、止水号を公開。キハ40791からの改造車で、外観やモケットの色が山名号の緑に対して止水号は紫となっている。一部で冷房化、ワンマン化、期間乾燥が実施されたほか、 ジョイフルトレインへの改造者が多く存在する。冷房化改造1987年から1988年及び1995年に前述のキハ4 0系1 0 0 0番台6両を含む計2 6両にサブエンジン式の AU34 による冷房化改造が実施されている。床下の熱交換器を撤去して冷房装置を搭載するもので、 1987年から1988年にかけて改造された車両は、室内熱交換機を床下に設置する方式。1995年に改造された車両は、二棚部に室内熱交換機を設置する方式である。その後1995年以降、南秋田運転所、小堀田海行く、新津運転所の計113両は、 機関直結式の AU26JA による冷房化改造が実施された。機関乾燥前日の機関直結式 AU26JA 冷房装置の設置などと合わせて、機関をカミンズ製 DMF14Hz へ交換する改造が実施されている。なお、JR 他社における改造の事例と異なり液体変速器は DW10 のままのため、 機関出力を 300PS に下げて使用されている。万有ふるさと1995年に、水戸支社でキハ48534.548 48、及びキハ42138をお座式社に改造したもので、それぞれキロ481.2とキロ41に改版され、編成としては、万有と命名された。2000年に、仙台支社に転出し、 ふるさとと解消されている。キロ481には、花、キロ482には、風、キロ41には、ガツの相性が付され、車体はそれぞれ日本の伝統色である緑、紫、紅を基本色とし、その下部に金色を配して華やかさを演出している。改造当初はグリーン車であったが、2003年4月に普通車に変更され、 キハ42501とキハ482501.2502に改版され新番台2500番台が成立した。2016年8月28日の団体臨時列車をもって運用から外され同年9月7日付で廃車された。リゾート白上用他臨時快速列車リゾート白上にキハ40系改造車両が使用されている。 リゾート白紙青池編成、クルージングトレイン1997年3月の秋田新幹線開業に伴い、1990年から五能線で運転されていた50系客車による長望列車、ノスタルジックビュートレインに代わる新しいリゾート列車として改造された列車である。2003年の姉妹車、ブナ編成の登場に伴い、青池編成と命名された。 キハ48533.540521.1543を改造したもので、いずれも現場のままである。1.4号車の533と540は展望ラウンジ付きの座席車、2.3号車の1521と1543は6人、または4人用の簡易個室車とし、同時に冷房装置を搭載、機関を DMF14Hz に乾燥している。外観では1.4号車の前頭部形状を変更し、全小灯を HID とした。合わせて前車の側窓を拡大して、ブロンズガラスの固定窓とし、眺望を存分に楽しめるよう配慮した。塗装は白上山地の白、日本海の深青をイメージした塗り分けとしている。臨時快速列車、リゾート白に使用され、 2006年3月18日のダイヤ改正を前に3両編成となり、キハ48,521は熊ゲラに転用された。東北新幹線全線開業に伴う2010年12月4日のダイヤ改正に合わせ、新型リゾートトレインである HBE300K4 両編成1本が導入されたことにより、現行のリゾート白神3編成のうち青池編成が、 置き換えられた。置き換え後、中間車のキハ48543は、リゾートシラカミの4両編成化に伴い、ブナ用の中間車に組み込まれ、残ったキハ48533.540は2011年に、団体列車用のクルージングトレインに解消された。列車名ロゴを貼り替えた程度で、内外装の改造はほとんど行われていない。リゾートシラカ、 にブナ編成、秋田クルーズ後2002年12月の東北新幹線八戸平伸に伴って展開された北東北ディスティネーションキャンペーンに合わせて登場した造備車である。従来の編成と編成量数や設備が異なり、区別するためにブナ編成と命名された。従来の青池編成が4両編成であるのに対して3両で蘇生されていたが、 後の2010年12月のダイヤ改正で、旧、青池用であった、キハ48,543を、ブナ用に改造した上で組み込み、4両編成化された。改造はキハ40計3両を種車として、実施されたが、種車が両運転台であるためごくらい側の、運転台を撤去し、その後に、トイレ、洗面所、または喫煙室を設置した。これにより、 形式置き四48型に変更し、車番を改めた。外観は、青池編成の青に対し白上山地の深緑を、車体色とし、前頭部の形状も、青池編成とは異なるイメージのものとした。本編成は、客用扉にドアチャイムを設置する。リゾート白上のほか、房総地区や飯山線などでの臨時列車としても運行されたことが、 あるが、2016年7月15日をもって、HBE300 系に置き換えられた。その後 JR 東日本が秋田支社管内の秋田クルーズ号として、2018年4月18日より、秋田港に寄港するクルーズ客船の乗客専用列車、秋田港クルーズ列車として、運行を開始した。転用に際して、塗装は、旧、青池編成である。 クルージングトレインと似た白と青の配色に変更されている。リゾート白紙、ミクマゲラ編成2006年3月18日のダイヤ改正で、リゾート白髪は多彩な観光メニューに対応するため、3往復体制となり、これに合わせてクマゲラ編成が新たに投入された。内装と設備は、ウナ編成と同一であり、本編成も客用扉にドアチャイムを設置する。 種車は両戦闘車がキハ40型で、中間車は元、青池編成のキハ48,521である。当初3両編成であったが、2010年12月のダイヤ改正でキハ48,503を、熊毛ら用に改造した上で組み込み、4両編成化された。外観は白地に、オレンジ色を基調として、青池編成とブナ編成を意識した青。 緑の帯を入れている。2008年から、リゾート白紙のほか房総地区の臨時列車としても運行されたほか2009年には、森岡仙台間の臨時快速、光のページェント号でも使用されている。青池編成とブナ編成が、それぞれ2010年と2016年に2代目となる、HBE300 系ハイブリッド車に置き換えられた、ため、熊ゲラ編成は、 唯一の40系機動車となっている。ビューコースターフーッコ、ビューコースターフーッコは、キハ48型をトロッコ機動車に改造した車両で、仙台市社が2000年から運用を開始した。従来、仙台市社で若車を改造したトロッコ車両を保有していたが、運転時の入れ替え作業や保安要員の配置など、 運行コストの問題があったため、置き換えようとしてキハ48-547.1541を改造した。海板は実施されておらず、機関を DMF14Hz に換装している。車体側面を大きく開口させ、外気を存分に感じることができるようにするとともに、陶器には換気対策のために開口部にガラス戸をはめ込んだり、取り付けられたストーブを焚くことができる。 また、開口部の下部にはガラス戸を設置し、さらに開放感を高めている。外装は春から夏にかけての車窓の自然をイメージした緑、青、白、木を散りばめた爽やかなものである。車内には南年木材を使用した木製座席が設けられ、各ボックスにはテーブルが設置された。天井は骨組みを剥き出しにし、白熱灯を用いてレトロで 温かみのある雰囲気を作り出している。木、ラ、木、ラミチノクリゾート海猫。木、ラ、木、ラミチノクは、2002年12月の東北新幹線、八の平延新時に導入されたリゾート列車で、下北、津軽方面への観光輸送を目的としている。五百48,505.1506,534を改造したが、改版はされていない。列車名は、 キラキラ、道の区、車両名は、キ、ラ、キ、ラ道の区であった。前面と側面の窓は、長房に配慮して拡大し、UV カットガラスの固定式とした。塗色区は、青森県内各地で開催される、夏祭りをイメージした赤を基調に倉庫を白に、塗り分けている。期間を、d m f 1 4ルツ変速機を、DW19R に換装し、冷房装置を、 屋根状に搭載した。車内は1.3号車に二人掛けと一人掛けの回転式リクライニングシートを装備、二人掛けシート設置部は床を 100mm かさ上げしたハイデッキ構造とし、一人掛けシートは長房に配慮して45度窓側に向けた状態で固定可能であるほか、トイレと洗面所も新設し、客室との間に喫煙室を設置している。 二号車は座面を畳みじきとしたボックスシートで背もたれを高くした個室に近い構造となっているほか、前くらいには観光用 VTR や運転席からの映像を放映することができるモニターを備えた情報コーナーを設けている。休日を中心に東北新幹線、早手に接続して八戸大港間で運転されていたが、2010年11月28日に木、ラ、 き、ラミチノ区での運行を終了した。また、釜石線、大船渡線の臨時列車でも使用された。その後、青森デスティネーションキャンペーンに合わせて、八戸線沿線の海をコンセプトに、上部は爽やかな空の青、下部は太平洋の深い青、上部と下部の境目に水平線から昇る太陽をイメージした塗装に変更するなどの再改造が行われ、 2012年春から、八戸線を中心に運行されており、愛称は、一般公募により、リゾート海猫となった。2020年に運用を終了し、廃車となった。海猫キハ48系リクライニング車、海猫は、東北新幹線八戸駅延伸を機に、八戸線の観光路線としての活性化を図るために、導入された列車である。 八五48555.1549の座席を回転式リクライニングシートに交換しトイレを洋式に改装してお物処理装置を装備したが冷房装置の搭載や機関の乾燥は行われていない塗装は車体中央部を海をイメージした青として本列車のネーミングの元となった海猫を描き車端部は太平洋の日の出をイメージした赤として その間に白と木のストライプを入れたものとしている。海猫運行終了に伴って、臨時列車に使用されており、JR 東日本森岡支社 HP では、キハ48軽リクライニング車と表記される。2 0 0 6年5月3日と2007年9月17日には、津軽線の臨時快速、終着駅号として運行されたほか、 三陸鉄道北リアス線経由で、都駅まで乗り入れたこともある。2011年4月から、八戸線を走るリゾートトレイン、リゾート海猫の運行開始に伴い、海猫としての定期運行が終了し、同年9月の全般検査の際に、車体中央部の海猫のイラストと文字が消され、全面のヘッドマークも外された。二千十二年八月十一から十九日のお盆期間に、 森岡釜石間の快速、ふるさとの風釜石として運行され、同年10月からは土曜、日曜、他客機及び大人の休日クラブパス使用可能日に、新青森大港間で運行していた、リゾートアスナロシモ北1号2号に代わって、八戸大港間の臨時快速、まさかりとして運行された。なお、当時大港線を走行する車両では、唯一の比例防車であった。 2014年2月23日に臨時快速、まさかりの運行が終了し、同年6月1日から走行先区と運転時刻はそのまま臨時快速、菜の花となり、7月1日から臨時快速、浜ナスウェーラインへと改称した。2017年11月21日に秋田総合車両センターへ配給輸送され、同年11月22日付で廃車された。 みのり、みのりは二千八年十月から十二月にかけて開催された仙台宮城デスティネーションキャンペーンの一環として氷山総合車両センターで改造製作された二千八年十月一日からリゾートみのりとして仙台新城間で運行を開始したみのりの愛称は一般公募によるもので陸羽島線のキーワードである稲穂イコールみのりある 収穫、温泉イコール実りあるひととき、紅葉イコール実りの秋、そして、実り多い旅にしてほしいという意味が込められている。東京型、先頭1号車からキハ48550キハ48549キハ48546の普通車3両編成で、番号は改造前と同一。2020年に運用を終了し、廃車となった。古主。 クーラー、コシノシュクーラは2014年4から6月に開催された新潟デスティネーションキャンペーンの一環として郡山総合車両センターで改造施行された。2014年5月2日からコシノシュクーラとして高田十日町間で運行を開始した。 キハ48から558キハ48から1542キハ40から552の普通車3両編成で車両番号は改造前と変わっていない。1号車はビュー旅行商品専用車両となっている。キハ40系列の中で初めて全商灯が LED 化され ATSP 搭載改造を施行した。JR 東海では期間乾燥。 ワンマン化改造とそれに伴う改版が行われている。初期の機関乾燥1989年以降に、同社のキハ85系で採用された、カミンズ英国工場製の CDMF14、ヘルツに乾燥された車両は、以下の通り、キハ40系5000番台規制本専用のキハ40系2000番台の機関を乾燥し、冷房装置を搭載したもので、 1989年から1990年にかけて6両が改造された。冷房装置は CAU711D を日機屋根状に搭載している。番号は原番に3000を加えたが、番号整理に伴い1999年度に3000番台に再改版された。キハ 48K3500 番台1992年の 竹豊予選への投入に伴い、東海道本線での運用のためキハ 48K500 番台の機関を CDMF14Hz に換装して、出力増強を図るとともにワンマン運転設備を付加したもので、5両が改造された。番号は原番に3000を加えたが、番号整理に伴い1999年に3800番台に再開版された。なお、 これらとペアを組むキハ4 8系1 5 0 0番台5両にもワンマン運転設備が付加されているが、機関換装は実施されず、改版も行われなかった。機関換装、ワンマン運転対応と番号整理機関換装は1997年度から再開され、保有される全形式の全車の機関をキハ7 5系、キハ1 1系3 0 0番台で採用された。 カミンズ英国工場製の CDMF14HZB に変速機をキハ85系、キハ75型で採用された新潟コンバータ製 CDW14A に乾燥し、同時に換気装備、トイレ、ワンマン運転装備の有無、期間の形式により一定の基準によって分類して、会版を行った。 団地向け者は5001から、幹地向け者は5501から、それぞれ現場の順に、期間乾燥と同時に改版した。1999年には、以前に、期間乾燥を実施した車両も、再度改版しており、CDMF14Hz 搭載車として3000番台に、区別した。ワンマン運転対応車両は300を加えて、さらに区別された。概要は、以下の通り、 キハ4 0系キハ47型キハ4 8系、j r 西日本ではワンマン化、機関乾燥、冷房化改造が行われたほか延命工事により外観が変化している。冷房化改造1989年度から1995年度にかけて日本連想製のサブエンジン式冷房装置 AU34 による冷房改造が全車に対して実施されている。 床下の暖房用熱交換器を一気撤去して AU34 を搭載し、車内にダナブに室内熱交換器を設置している。期間乾燥1994年度から2000年度にかけて期間及び液体変速器の乾燥を実施している。期間は小松製 SA6D125H-1A もしくは SA6D125HE-1A の 乾燥が実施された。期間乾燥工事実施中は、旧機関の車両との並結を考慮し、出力を 265PS、2000rpm に制限し、乾燥完了後、順次 355PS へ引き上げているが、岡山機動車区所属のキハ 40K2000 番台の一部と3000番台は、2019年1月時点でも 265PS のまま使用されている。 液体変速器は、小松製の KTF3335A-1A、または、新潟コンバータ製タクン -22K、乾燥したが、台車が元のままの一軸駆動であり、軸重に対して出力が勝ちすぎて、空転を起こしやすい傾向があり、台車強度の関係から出力を、本来の 355PS から 330PS に落としている。また、 液体変速機のうち、小松製の k t f 三三千百三十五 a 一 a 乾燥車は、時速百五キロメートル以上で、使用可能な直結三段目キハ四十系の、最高速度が時速九十五キロメートルのため使用されず、実質的には変速二段、直結二段である。延命四十ノルマル工事と冷房装置交換九百九十九年度から二千九年度に、 かけて、103系電車、113系電車等の国鉄型電車と、同様の延命40ノルマル工事が実施されているが、改版は行われていない。主な改造内容は、車体外反不織布張り替え、キハ47型の戸袋窓の埋め込み、通風機撤去、側窓を下段固定、上段加工式への交換、化粧板張り替え、 ドアの半自動装置の電気指令式への変更などである。また、同時もしくはほぼ同時期に冷房装置の機関、直結式の w ウ l 2 0 1への交換がキハ47がタコ量を除いて実施されており、床下の AU34 の撤去と、屋根上への w ウ l 2 0 1の熱交換器の搭載が行われている。ロングシート加階装車ローカル線区の朝ラッシュ時の乗降のスムーズ化と、 定員増加を図るため、車内の座席をロングシートに交換したグループである。キハ40系2000番台は3000番台に、キハ47型は0.1000番台は2000.3000番台に、500.1500番台は2500.3500番台に、改版された。1991年から1992年に、かけてキハ40系合量と、 キハ47型27両に対して施行され、1996年度には、キハ47型21両が追加で改造されたが、こちらはボックスシートを一部残している。キハ40型は、岡山地区に、キハ47型は、岡山、米子、山口地区に配置され、いずれもラッシュ時に運用されている。キハ41系1998年の、 万丹線殿下に際し、同線の内非殿下で残る寺前和田山間の炭鉱運転用としてキハ四47型千番台に運転台を増設して、両運転台化したもの。5両を高取工場で改造して、福知山電車区と四カ所に配置し、万丹線内や山陰本線の豊岡鳥取間で炭鉱もしくは2両編成で運用している。増設運転台は、 タネ車の車体に心臓の切り妻全面構え体を接合しており、季節運転台と道具類の設置位置や運転室内配置を揃えた特徴的なものとなっている。増設運転台直後にトイレと水タンクを増設しており、2000番台に不満されている。改造後数年でリニューアル工事を実施したほか、単色化により首都圏職となった。その後、キハ4 1 2 0 1は、 方向転換が行われ、増設運転台が、豊岡方に向くようになった。キハ47型7000番台2005年から、観光列車用にキハ47型の内装、外観を改装した車両である。トイレ付き車とトイレなし車で2両編成を組み1両は、指定席車として運用されるが、種車と異なりトイレの有無による、番台区分はされておらず通り番が付与されている。 花嫁の連ん2014年7月7日、キハ48系2両を改造し、七尾線観光特急列車、花嫁の連として2015年10月から運行されることが発表され、同年10月3日から運行を開始した。車種はキハ484とキハ48004で、落成は2015年8月26日である。特急用車両であるが、台車そのものは、 従来の DT22TR51K のままで最高速度も従来と変わらず時速 95km である。ベルモンタールエメール2015年1月22日、キハ 40K1 両を改造して上花線、日見線にコンセプト列車として北陸デスティネーションキャンペーンまでに運行を開始することが発表され、同年10月10日から運行を開始した。 列車名は、ベルモンターニュエメールとなった、車種はキハ42-027で、落成は2015年9月10日である。天空の白竹田定石号2014年4月26日、天空の白竹田定石号ラッピング列車として、運行を開始した。2015年3月3日、車内を、暖かみのある、木目調の床や窓向きの座席にし、 観光素材を映し出すモニターを配置するように、リニューアルすることが発表され、同年3月20日から運行を開始した。2017年からは、単鉄車両と並結し、ぐるっと、北近畿号として運行されていた。車種はキハ42007である。2019年5月6日、天空の白竹田上赤号としての運行が終了し、新たな観光列車、 海山結びとしてリニューアルされることが発表された。雨土2017年8月17日にサインデスティネーションキャンペーンに合わせ、キハ47型2両編成の観光列車、雨土が発表された。2018年2月28日に詳細デザインが発表され、デザインに映画監督の西木織な成、スタジオジブリのアニメーション美術監督である。 吉田昇が協力している。2018年7月1日に運行開始した。車種はキロ477005とキロ477006で、番号の新旧対象は下記の通りである。四国旅客鉄道では、機関自体の換装は行われていないが、機関の直噴化、冷房化やワンマン化改造が実施されている。簡易電気検測車化改造 JR 四国は、 JR 北海道、JR 九州と同様に電気検測車を保有しておらず、JR 西日本からキア191系検測車を借り入れて自車線の信号設備等の検測を行っていた。この検測作業をある程度自社の車両等で行い、借り入れ費用を節減する目的で、1988年にキハ42147に検測機器を搭載し、 簡易電気検測車に改造した。改造により、車両両端に踏切制御し測定用受電機を、後くらい、速台車に、ATS 地上子測定用車上子をそれぞれ取り付け、車内には測定、記録機器が搭載された。客室設備に変更はなく、営業列車に使用しながら、JR 四国の各線の信号、踏切機器等の検測を行った。キロ十七型。 JR 四国で運用されていた、寒地系のキハ四47501と1501を、2014年7月から、予算線で運行を開始した、イオナだ物語用に改造して、キロ4 7千4 0 1とキロ4 7千4 0 2としたもの。種車は2両とも2011年3月31日付で、廃車された後、多度津工場で保管されていたが、車席が復活した。 電気式機動車改造試験2020年7月18日には既存の機動車を電気式機動車に改造すべく中村事工が開発したディーゼルパワーユニットの校内走行試験が多度津工場で行われテストヘッドとして前年に廃車されたキハ42146が用いられた九州旅客鉄道では高出力化期間乾燥に伴う車両番号や 形式の変更が発生している。キハ140系、キハ147型ささぐり線などのスピードアップ用に機関を換装して出力増強を図ったものである。1990年から1993年にかけてキハ40型は2000番台9両とキハ47型は0番台17両と1000番台13両の計30両が改造された。 形式をキハ百四十型とキハ百四十七型に改めた。車両番号は原番のままである。九百九十年に改造したキハ四十七型七両には新潟鉄工所製の d m k 十三ハザ四両には新構造規制の d m f 十四ヘルツを使用した。キハ百四十型と九百九十一年以降のキハ百四十七型には 小松製の SA6D125HD1 を搭載した。また、変速機は、新潟、小松製機関搭載車には、新潟コンバータ製、DW14 系が、新興製機関搭載車には、同車製の SCR1.0 から4が搭載された。いずれも変速1段、直結2段となっている。しかし、台車は従来通り一軸駆動のままであり、 空転を起こしやすい傾向がある。なお、新構造規制の機関を搭載した車両は、後に、小松製機関及び、新潟製変速機に再換装された。2004年には、特急、早との風及び、観光列車、イサブロを新兵に使用するための車両が本形式から改造されている。キハ 40K7000 番台。 キハ47型5000.6000番台機関換装ではなく改造により1997年に出力増強を図った車両を改版したものである。キハ40系2000番台2両とキハ47型0番台4両、1000番台4両の軽重量が改造された。番号は原番に5000を加えたものとされた。なお、 機械47056は1992年に、すでに改造を実施していたものの未開版であったが、この機械に開版が実施されたものである。機械制御式噴射ポンプと、複質式燃焼室の組み合わせであった季節の DMF15 発射に対し、電子制御式噴射ポンプへの換装と、直噴式への改造、下級機の交換などが行われ、機関形式は、 DMF15 発射 P に変更された。この改造では、下級空気圧、吸入空気量を高め、燃料噴射を高圧化して、噴射量を増大することにより、機関出力を 300PS、2000RPM に増強している。変速機は引き続き DW10 を使用しており、変更はない。機関出力の増加により、途半、加速性能が従来よりも向上した。 改造はこの時の重量に止まった。この改造を受けた、キハ47は、鹿児島総合車両所へ、集中配置となり、5 0 0 0 6 0 0番台車同士で2両編成を、組んで、キハ47未改造車キハ147の、編成と共通運用で、宮崎西鹿児島枕崎間の運用に、充当され、電化区間での運行ダイヤの改善やいぶすき、 枕崎線の輸送改善が図られた。キハ40は、先行改造車は、筑豊地区で、1997年改造車は、鹿児島地区で使用された。1999年度から、性能向上策が、新型機関への乾燥工事に移行したこともあり、本番台も2006年度から8 0 0 0 9零0 0番台へ、再改造されている。 キハ 40K8000.8500 番台、キハ47型8000.9009500番台1999年から、小松製、s a 6 d 1 2 5 h 1 a に、2004年以降は、排気ガス対策を強化した SA6D125HE-1 に、期間換装された。変速機は、新潟コンバータ製。 百二十二の千六百十二 A とした。しかし、キハ四十八千百三。八一二六の二両は、小松製 KTF 三千三百三十五 A を搭載している。2006年4月時点では、キハ四十計十両と、キハ四十七型0番台14両、五百番台1両、千番台10両、千五百番台1両の、計三十六両が改造された。 番号はキハ40型に6000を、キハ47型に8000を原版に加えたものに変更されている。2005年に、勘違向けキハ47型500番台、1500番台を改造した8500番台、9500番台は、同年度中に前車が3500番台、4500番台に再改造された。2004年には、イサブロー新平用の 2006年には、ハヤトの風用の造備車が改造され、本グループに編入されている。2017年には、キハ47-8087、及び9051に対し、川瀬宮瀬美用の改造を行った。8000番台の一部は、機関交換と同時に、トイレ用の水タンクを小型化して、床下に設置し、周期抜き、換気装置を設置。 不要となった屋根町のタンクを撤去し同時にトイレの窓も埋められている。キハ十七型三千五百0 0四号零零番台間地系の五百番台、千五百番台、及びその期間乾燥車である八千五百番台、九千五百番台に行われた。従来の一軸駆動を二軸駆動化し同時に五百番台、千五百番台は走行期間が小松製変速機が 新潟コンバーター製のものに換装された。これらは8500番台、9500番台と同一のものである。2005年には500番台と1500番台一両ずつ、8500番台と9500番台一両ずつを改造した。番号は原番車ではプラス3000、再改造車では再改造前の車番からマイナス5000である。現在は 熊本車両センターと大分車両センターに2両ずつ配置されている。なお、JR 西日本にもキハ47型3500番台が存在するが、これとは無関係であり、番号の重複も発生していない。特急、早との風用改造車2004年の九州、新幹線部分開業に伴い新設された、観光特急、早との風用に、 キハ142,066とキハ147,045の2両を改造した。車体中央部の窓を床面から屋根にまで達する大きなものに取り替えて展望スペースを設けたほか、座席を回転式、リクライニングシートに交換、内装には難燃性の木材を使用している。塗装はロイヤルブラック一色とされ、各所にロゴを散りばめている。その後、 イブスキのタマテ箱用改造車と同じく上下振動の抑制を図るため台車の枕羽根に減衰力制御弁付きの可変減衰上下動断波を車体に4つの加速度センサーと制御装置をそれぞれ搭載したが台車そのものは従来の DT22TR51 系のままで最高速度も従来と変わらず時速 95km である 2006年には追加でキハ47-8092が改造され、キハ147-045を方向転換した上で同車と二両編成を組むようになり、キハ142-066は卓客時の増結用となった。なお、キハ47-8092は指定席用で、内装も従来車に比べて明るい白木仕上げに変更されている。 2012年3月にはキハ142,066が、イブスキの多摩、玉手箱仕様に再改造され、同列車の増結用並びに両列車の共通予備車となった。イサブロー、新兵用改造車九州新幹線部分開業に、伴い、被殺線で運転される、観光列車、イサブロー、新兵に使用するため、キハ142,125を改造したもの。 外反図色は、九州新幹線の800系、ツバメにも使用している古代漆色で、座席は木製ベンチ風のボックスシートとしている。また、車体中央部に窓を拡大した展望スペースが設けられているのは、ハヤトの風用車両と同じ、微灯の脇に全消灯を増設している。その後10月には、多客時の増欠用としては479082が、 追加で改造された。しかし、こちらは窓の拡大がされていない。2009年7月には、イサブロー、新兵を3両編成で運転するため、キハ47-8159にも同様の改造を行った。同社には、バリアフリー対応トイレの設置、車椅子スペースの設置が追加で行われている。キハ142-125については、 川瀬宮みやまとの共通予備者である。二千十七年十一月三日、被殺船、坂本破棄館の踏切で、トレーラーとの衝突事故が発生し、キハ百四十二千百二十五が損傷を受けた。イブスキの、玉手箱用改造車二千十一年の九州新幹線、鹿児島ルート全線開通に伴い設定された、イブスキ枕崎線の観光特急列車、イブスキの、玉手 箱用で、キハ478060とキハ479079の2両が改造されている。外部塗装は、海側側面と前面の海側半分が白色、山側側面と前面の山側半分が黒色としている。車内は、回転式、リクライニングシートで、一部は窓側を向いた一人掛けで、書棚やベビーサークルなども設置されている。また、 沿線の浦島太郎伝説にちなみ、ドアが開いた際には、曲手箱の煙に見立てたミストが、連結面によりの噴出口から噴射される。また、レールの継ぎ目部の落ち込みである継ぎ目落ちにより発生する上下振動を低減するため、減水力制御弁付きの可変減水上下動断波を、台車の枕羽に並行して取り付けられていた、従来の上下動、オイル断波に変えて装備し、 車体に搭載した4つの加速度センサーと制御装置により検知した上下振動加速度をもとに減衰力指令値を計算して可変減衰上下動断波の減衰力を可変させることで上下振動の抑制を図っている。2012年3月には早との風用だったキハ142,066が再改造の上、イブスキのタマテ箱用の増結車となった。 川瀬宮瀬美容改造車2017年3月4日に運行を開始した、日殺戦艦港特急、川瀬宮瀬美容に、キハ47-8087及び、キハ47-9051を改造した。人吉駅側の1号車は青を基調とした川瀬美車両、熊本駅側の2号車は緑を基調とした山瀬美車両で、 車内には885系にも使用されている座席を使った回転リクライニングクロスシートや景色を眺められるカウンター席と子供椅子、複数人でも楽しめるようにボックスシートが設置されている。また2号車には通常の座席よりも幅の広い山セミベンチシートやソファー席も設置されている。2号車の熊本側にビュッフェが1号車の人吉側に多目的トイレと 展望コーナーが設置されている。この他、全消灯が増設され、ドアが片側2箇所から1箇所に削減されたり、車端部にオブジェを設置するなどの改造が行われたが、車番は変更されていない。広四47系、ある列車用改造車2015年8月8日に運行開始された JR 九州スイートトレーン、ある列車用に使用される車両で、二千十二年に、 JR 四国から譲渡された元徳島運転所所属のキハ47176.1505を小倉総合車両センターで改造したもので、形式車番はそれぞれキロシ479176.3505となり、キハ40系列で初めて主となった。なお、キロシの形式記号は日本国有鉄道時を通じても初の形式記号である。 列車は9176が1号車、3505が2号車である。2両とも主社が廃車車両であるため、2015年7月18日付で申請扱いで車席復活している。配置は長崎支社長崎鉄道事業部佐世保車両センターで、同支社では2002年までに多地区へ転属して配置がなくなって以来、久々にキハ40系が配置された。 世界的に著名な鉄道模型愛好家の原、慎太郎が制作した模型をベースに、原の次男で現鉄道模型博物館副館長で、ある原武人の監修の下、水三藤英栄がデザイン、設計を担当している。改造費用は一両約3億円、二両計で約6億円で、JR 九州の社長、青柳俊彦は、七つ星とほぼ同じと、水藤家は、 ちょっとお金を使いすぎてしまったと発言しており、イブスキの、たまて、箱用の車両の改装費用と比べても、高額となった。車両前面の列車種別表示器上に全消灯を追加し、乗降扉は、各社2箇所から、キロシ479176は、前くらい側に1箇所、キロシ473505は、後くらい、側1箇所に変更し、側面には、 社外スピーカーを増設した。エンジンは小松製 SA6D125HE-1 に換装され、クラッチも交換された。最高速度は時速 95km のままで変更はない。その他の各社の改造内容は以下の通り。キハ4 0系は1977年より888両が製造され。 北海道から九州までの各地に投入された。最初の投入は1977年2月の北海道用キハ40系及び福知山地区の山陰本線京都口用キハ47型であった。キハ48系の投入は1979年からである。1987年の国鉄分割民営化では1983年に いぶすき枕崎線の脱線事故で事故廃車となった、キハ42-055を除く887両が、全旅客鉄道6車へ紹刑された。JR 北海道には、キハ4 0系1 0 0番台150両と、キハ4 8系7両の、K157 両が紹刑された。全車が、国間地形で、キハ47型は、国鉄時代から配置されていない。 キハ48301から303を除くすべての車両にはワンマン運転対応、機関乾燥、冷房装置搭載など、線区の事情に応じた改造が実施され、改版が行われた。キハ400系、キハ480型を除く各社共通の改造点としては、電磁ブレーキ制御用の K67 型、 ジャンパ連結機の撤去とワンマン運転時及び客用扉の半自動扱い動機に共通で使用する K67 型ジャンパ連結機の増設が挙げられる。なお、老朽化した本系列の置き換えとして2017年度にローカル専用一般系機動車の量産先行車の製作に着手し2019年度以降順次置き換えていくという方針が発表された。 H100 型は2020年3月から営業運転を開始しており、本系列の到達が進められている。JR 東日本には、キハ4 0系1 1 7両、キハ47型28両、キハ4 8系7 4両の計219両が、承継された。民営化後の高出力者キハ1 0 0系、110、系導入により、収容力は大きいが、 機関出力の小さいキーハ40系機動車は、比較的平坦でワンマン運転に適さない線区に配置されている。他社に比べて数は少ないが、線区の事情に応じたワンマン運転対応工事や座席の変更のほか、冷房装置の搭載、機関の直噴火改造や乾燥も実施されている。秋田地区の小川専用車と新潟地区の上津万越西線で運用される車両には、 更新時に混雑対策として、ロングシート化とデッキ仕切りの撤去も実施された。なお、秋田車両センターのキハ40型には、デッキの仕切りがある車両とない車両が混在している。八の辺線で運用されていた、キハ40516から518と、キハ48539.556から559は、トイレが撤去され、機材室に変更され、ドアに、 機材室、トイレは他の車両ですと表示されている。形式もしくは番号の変更を伴う改造は、前日のキハ40系1000番台2両と、ジョイフルトレインへの改造に伴う8両のみであるが、ジョイフルトレインへの改造は多く、現在までに8タイプが登場している。同社では二千六年四月までにキハ四十系十三両と、キハ十八系二両の、計十五両が、 余剰により廃車となっている。2002年に廃車された、キハ4511は、合図鉄道に、譲渡の上で、展望機動車、風乱持ちに改造され、本系列発の譲渡例となった。2011年3月11日の、東日本大震災による津波により、キハ八五百二点一五一二、キハ百五十二点一五四四が流出し、 大破、廃車になっている。また、女川駅隣接の温泉施設、ゆぽっぽに一両が保存され、車内を畳敷きとした上で休憩室として利用されていたが、こちらも津波で流され大破している。製造から40年が経過して老朽化が顕著になったことから、2017年から新型車両の導入で本格的な淘汰が進んでおり、 キハ47型は2020年3月をもって運用を終了した。ジョイフルトレイン以外の定期旅客列車は2021年3月をもって運用を終了している。JR 東海にはキハ4 0系1 4両、キハ47型5両、キハ4 8系4 0両の計59両が承継された。冷房装置の搭載は1988年に、 試験的に実施した後、1990年度からは、床下搭載型の AU27 型と AU28 型によって本格的に実施され、1991年度に全車の改造を完了した。車体の塗色は1990年頃まで国鉄色である首都圏色であったが、1990年頃から順次、アイボリーチに湘南色のラインを入れた JR 東海色に、 塗り替えられた。2011年からキ、キハ43005キハ46309キハ483812キハ486812キハ486502の5両は、旧国鉄一般系機動車標準色風の図色になった。最終配置はキハ46309のみ、美の大田車両区で、残りの4両は、伊勢車両区である。 期間乾装は1989年以降に少数に実施した後、1997年度からは本格的に実施され、1999年度までに全車の施行を完了した。なお、期間乾装に合わせて全車を改版している。ワンマン運転対応は、1991年の東海交通事業上北線開業に伴い道専用に貸し出された。 キハ4 2 0 5 7 2 1 1 2に実施された後、翌年には、竹と予選のワンマン化に伴いキハ48型にも実施され、その後ワンマン運転線区の拡大により全所属者の半数以上が改造されたが、キハ47型はワンマン運転対応されなかった。キハ485803と6810は2004年の台風23号による、 高山本線の線路被害のため、打歩駅で2年以上孤立したが、搬出されて、運用に復帰したもので、車内には、高山本線復帰車両のプレートが取り付けられた。2015年から、竹豊線直流電化に伴い、同線の基ハ25系及び基ハ75型を、主に鉱山線、大タ多タ線に転用すると発表され、順次置き換えられた。その後、 2013年3月には、2014年度から2015年度に、かけてキハ25系の二次車52両を投入し、国鉄時代に製造された、統計列を置き換える方針を発表した。タイト線の運用はキハ11型とともに2015年3月に、高山本線の運用も2015年6月で、終了し、同線ではキハ25系、キハ75型を運用している。 また、伊勢車両区での検査期限切れ間近な車両との入れ替えのため、2014年12月4日付で、美濃太田車両区からキハ48系2両が、2015年3月21日付で、同2両が転属した。また、キハ45,501、キハ48,6501.6812が7月4日に改装され、7月6日付で転属した。これにより、 2015年7月にキハ43000キハ483812.6812の国鉄一般軽機動車標準食産量での運転も行われた。2016年3月26日のダイヤ改正にて運用が終了し、2016年3月30日をもって全廃となった。置き換えられた車両はミャンマーへ譲渡された。 2015年3月23日にキハ47.48計の7両が名古屋臨海鉄道東港へ改装された。さらに、7月7日にはキハ46,308.6312、キハ48,501.5508,5804の5両が、7月27日にはキハ45,802.6307。 キハ485803.58066808の五両が、7月29日には、キハ46309、キハ483815.58106517.6815の五両が笠寺に改装され、同日中に東港、東、名古屋港を経て、名古屋港 OF 等島に搬送された。このにも譲渡が行われ、 2015年度にはキハ4 0系4 6両がミャンマーへ譲渡されている。JR 西日本にはキハ4 0系6 3両、キハ47型189両、キハ4 8系5両の計257両が承継された。これは JR 旅客鉄道会社の中で最大である。 廃車はキハ48系の3両のみで、2018年現在は254両が所属している。JR 西日本が保有する一般系機動車の半分以上が本系列で占められているが、現在も置き換え計画はなく、後継のキハ120型とともに、中国、北陸地方の非電化区間の主力として活躍している。JR 西日本の非電化区間では、線区や、 利用状況などで本系列と、キハ120型を使い分けている。形式と番台の変更を伴う改造は、キハ40系、キハ47型の座席のロングシート化による改版と、キハ47型の両運転台化によるキハ41型への改め形式、イベント用列車への改造に伴うもののみであるが、 1989年度から、キハ40系の全車と、キハ47型の大半に、ワンマン運転対応化改造が実施されている。また、広島支社配属の車両については、側面中央上部に、LED 式の行き先表示器の増設が行われ、板式の行き先表の使用を終了している。民営化に前後して様々な地域色が登場したが、2009年からは、 塗装工程の簡略化のため、首都圏色々の塗装変更が進められ、一般社の地域色は見られなくなった。JR 四国には、キハ4 0計1 1両と、キハ47型42両の、計5 3両が承継された。JR 四国では、イオナだ物語を改造車を除いて、形式と番号の変更を伴う改造や、機関乾燥は実施されていないが、 接客設備の改善として1988年に53、両前車に対し冷房装置の設置、1989年に、キハ40軽前車に対して、ワンマム運転対応設備の設置、トイレの撤去、旧トイレ部分への他の側窓と同型の二段ユニット窓の、新設と屋上水タンクの撤去、1993年までに、キハ47型のトイレ下に、 汚物処理装置の取り付けが実施されている。また、2008年2月から、徳島運転所配置のキハ47型2両の、車体職が新生児の首都圏職に変更されている。JR 九州には、キハ 40K2000 番台36両と、キハ47型0番台61両、500番台2両、1000番台41両、1500番台2両の、K106 両、 合わせて142両が承継された。2012年に JR 四国で廃車された、キハ47型2両を譲り受けている。廃車は、1993年の日本本線、龍ヶ水駅の土石流災害で被災した、キハ4 0系2両のみだったが、2019年より置き換えが開始され、新型車両の導入により、開盤していない車両の廃車が進んでいる。 2020年時点で132両を所有し、長崎地区を除く九州島内各地で運用している。本系列に対して初めて冷房改造が行われたのが九州であった。民営化後も1987年から1989年にかけて全社に対して冷房改造が実施された。国鉄時代はバス用の装置を転用したサブエンジン式の AU34。 民営化後は AU34 を改良した AU600K を搭載した。現在は屋根状の通風機が撤去されている。ワンマン改造は大多数に対し試行済みであるが、1区の事情に応じて内容が異なる。また機関出力向上は1990年から数種の方法で行われており、それぞれ新形式または新番台区分となった。 電化区間の割合が低く、輸送量の少ない区間が多数存在する。北海道では、多くの区間で本系列が普通列車の主力として、使用される。キハ54型など、他形式を常用する区間でも、臨時の運用に用いる例や、電化区間でありながら使用される、函館本線、室蘭本線のような事例もある。JR 北海道では、ワンマン運転可能、 かつ二両以下の短編成に対応できる電車を保有していないため、電化の有無に関わらず機動車を運用することで、運用コストの最適化を図っている。2000年7月14日に、根室本線弱別駅で発生した脱線転覆事故のため、キハ4750が2000年7月19日に廃車となった。JR 北海道では、以下の線区で定期運用がある。 この線、小賀線、津軽線後の線用車両は、過去には、広崎運転区に配置されていた。八戸線八戸線の木波40系森岡地区、大船渡線、聖泉宮城地区山形地区番越東線ただ線、ただ線の木波40系500番台木波48から545円結び列車、ただ線に木波40系が導入されたのは1980年からで、 1980年2から3月にキハ4 5 5 9から563とキハ48533から535が氷山客貨尺に申請配置されたのが最初である。キハ40系はキハ52系、キハ55系、キハ58系など多形式とも合わせて運用され、只見線の他万越再線、万越当線のキハ10系を置き換えた。 1982年11月15日の上越新幹線開業により、急行、奥多だと多だ線普通列車の各一往復が上越新幹線停車駅となった浦崎への乗り入れを開始した。多だ線普通列車では、郵便、荷物合わせ作り車、キハユニ26型との並結運用も存在したが、郵便、 荷物輸送の廃止に伴って1984年度までに消滅した。1987年の国鉄分割民営化では JR 東日本に継承された。只見線列車の裏佐乗り入れは1988年3月のダイヤ改正で廃止となっている。1990年代以降は東北地域本社管内の配置者が白地に緑の濃淡単体を巻く。 東北地域本社色への塗装変更が開始された。1993年12月に陸湯再線などを担当していた新城運転区から4両、万越当線営業所からキハ40系2両、小ご運輸区からキハ48系3両が転入した。キハ52型も宅所へ転出し、以後はキハ40系のほかキハ58系とともに運用された。 キハ58系は後に両運転台下改造車キハ53、ガタキハ53201.20にも転入している。1999年には、陸羽東線、陸羽西線からキハ40系が転入してキハ58系が置き換えられ、タダミ線普通列車はキハ40系に統一された。2007年に、快速、南三陸がキハ110系に置き換えられ、燃出された。 キハ40系2000番台冷房車がこの田から氷山へ転入した。これにより捻出された氷山のキハ48系3両は、実りへの改造主車となった。2007年にキハ40系1両キハ48系2両がこの田へ転出し、1993年に当線へ転入したグループが撤退する。合図若松の車両の配置がなくなり、以後は、 小型所属者による運用に移管した。2011年7月に発生した新潟、福島豪雨による災害の影響により、た見線は、合津川口た見間が普通となった。2013年5月に、小出た見間館が、新津運浴に運用移管され、合津若松口が、郡山総合車両センター、小出口が、新津運浴の受け持ちとなった。 2015年の戦績東北ライン開業で、小五択のキハ40系冷房車が、藍津若松、新津の領区に転入し、只見線は、藍津若松口、小出口ともに全車が、冷房車となった。2019年より、藍津若松発出所へキハ藍120系が、転入したのに伴い、藍津若松口のキハ40系は2020年3月13日に、定期運用を離脱した。 定期運用終了後の3月21.22日には旅行商品による運転が計画されていたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりいずれも中止された。キハ42021.2026は小港鉄道に譲渡されることになり、2020年5月18日から翌19日にかけて公衆輸送が行われた。小出口のキハ40系も、 キハ110系導入に合わせて2020年7月11日に運用を離脱した。これによりキハ40系は、ただ見線の定期運用から完全に撤退した。足尾線、八甲線1980年に、高崎地区用としてキハ40系五両が、高崎第一機関区に申請配置された。主に、足尾線で運用されたほか、キハ35系が、 主体の八甲線で運用されることもあった。足尾線は1989年に渡らせ、渓谷鉄道へ転換され、八甲線でも1991年までに木ハ40系が撤退したため、木ハ40系の高崎地区での運用はなくなった。木波42087は1991年8月に木ハ401008へ改造されて、カラス山線へ転用されたほか、 2000番台4両も各地のキハ40系運用線区に転用された。水軍線カラス山線キハ40系カラス山色キハ40系1000番台の1006以外の8両は改造後宇都宮運転所に所属し、カラス山線で使用されていた。塗装はオリジナルのカラス山線色であったが、2011年4月15日に、 開通88周年を迎えるカラス山線のカラス山線前線開通88周年記念事業として1003及び1007をそれぞれ2010年12月及び2011年4月から旧国鉄一般機動車職に塗装変更され1004及び1005はそれぞれ2012年12月及び2013年6月から 登場時の都職である旧国鉄首都圏職に塗装変更された。これらは郡山総合車両センターで施行している。2014年から、カラス山線に量産試作車が導入されていた、蓄電池駆動電車である EVE301、軽電車の量産車導入により、カラス山線での運用は2017年3月3日をもって終了し、 4月5日と5月10日の2回に分けて、郡山総合車両センターに改装され、1009は、西木川鉄道に、1002.10051007の3両は、那須から須山市の中川西流鉄道保存会に、それぞれ譲渡され、その他は、全車改装翌日付で廃車。東北に転属した1 0 6は、小小田海行く、新城運転区を経て1999年から、 秋田車両センターに配置されている。大宇本線や小賀線で使用され、2016年1月に、都職を小賀線職から首都圏職に変更。それ以降は、国鉄メイク機動車として、五能線などで使用されている。新潟地区気波40系イメージアップ新潟職気波47型新潟色飯山線小海線では、定期列車での運用実績は存在しないが、 小田運浴より借用の車両を使用した臨時列車での運用実績がある。中部地区のキハ40系は高山本線や紀勢本線などで使用され、59両が JR 東海に継承された。鈴鹿サーキットでの F1 グランプリ開催に伴う臨時列車でも運用実績があり、定期運用では見られない6両編成で運転された。竹と予選及び 東海道本線、大船小屋間での運用は1999年に終了し、全てキハ75型に置き換えられた。名称線では1989年のワンマン化以降、基本的に運用されなかった。2014年4月時点で、美ノ・オ田車両区にキハ 40K7 両、キハ47型5両、キハ 48K24 両の、計3 6両が、 伊勢車両区にキハ 40K7 両とキハ4 8系1 6両の計23両が配属されていたが2016年3月26日のダイヤ改正にて運用が終了し2016年3月30日にすべて廃車された2020年3月13日までは若狭鉄道若狭線でも運用されていたが翌14日からは WT3000 系 WT3300 型に統一された。2009年10月の編成量数見直しや1500系の投入によって、2010年3月までに徳島運転所のキハ47型十両が廃車された。2011年には同6両が廃車され、同2両が JR 九州に譲渡された。2012年には松山運転所のキハ47型3両が、 2013年には、徳島運転所のキハ47型3両が、2014年には、同2両が廃車された。2016年3月25日のダイヤ改正翌日には、松山運転所所属の車両は、イオナダ物語キロ47型2両を除き、全車徳島運転所に転属された。2016年3月には、松山運転所のキハ47型1両と、 徳島運転所のキハ47型2両が2018年3月には徳島運転所のキハ47型2両がそれぞれ廃車された。2019年3月には徳島運転所のキハ40系1両が2020年1月には徳島運転所のキハ40系1両がそれぞれ廃車された。2020年4月1日時点では 徳島運転所にキハ4 0系9両とキハ47型11両、松山運転所にキロ47型2両の計22両が配置されている。以前は麦線の阿南以南や鳴門線では車種独占となっていたが、近年は新型車両の導入やホームかさ上げの進行により運用が減っている。キハ47型は、 ワンマン設備がないことから優先的に廃車となり、現在は朝夕の通勤時間帯中心の運用である。麦線のアナのア間では、2019年3月15日を最後に乗り入れを終了した。また、2011年3月12日から2019年3月15日までは、朝海岸鉄道、朝あずま線でも運用されていた。 2016年3月25日までは予算線9線と内湖線並びに予算線でも運用されていたが、翌26日からはキハ32型とキハ54型に統一され、同区間を走行する本系列は、イオナダ物語に使用される、キロ47型のみとなっている。2002年から JR 東日本、藍津若松運行区で余剰となっていた。 キハ4511を日本宝くじ協会の寄贈による宝くじ号として、合図鉄道が譲り受け、新潟トランシスで改造したもので、AT-400KAT-401 として2003年4月に使用開始された。企画当初には2階建て車両も模索されたが、キハ40型からの改造として、現実的な一部ハイデッキ構造の展望車となった。 同じに新型トランシスが改造に携わった JR 東日本のキュハ40系のジョイフルトレインに通じる雰囲気を持ち共通の手法や部品も参見される定員は48名風乱持ちの愛称でトロッコ車の AT-351 と2両編成で小里露天望列車として降落機を中心に運転されている会津若松方となる一エンド側を 展望構造に改造しており、戸袋の位置を逆にした上で客扉を車体中央よりへ移設、その前くらいをハイデッキとした。運転台は低い位置に移設され、通路側は紙半ガラスのパーティションとなった。前面は2枚の大型平面ガラスで視界を確保しているが、ハイデッキ部はシアターシートではなく、一位置側には排気管の立ち上がり部がある。後くらいは、 当初は二人掛けの回転リクライニングシートが通路両側に配置され、若干の立席スペースも設けられていたが、2016年にそれまで連結していた a t 1 0 0系お座敷機動車が廃車になったことに伴い、お座敷席に改造された。また、二エンド側の運転台にはほとんど手が入れられておらず、ケースにまとめられた各系の全商灯、微灯が、 新たに腰部に追加され、上部種別膜が埋められた程度で、本来の全消灯もそのままである。客室窓はすべて大型化、固定化されている。トイレは、車椅子対応となり、元の窓は埋め込まれた。JR 東日本所有時に冷房装置の搭載、屋根浄水タンクの撤去などなされているほか、下回りはほぼ JR 東日本仕様のキハ40、計500番台に準ずるが、 機関は、カミンズ製 NH14R 型に換装された。機関本来の出力は 350PS だが、液体式変速機が DW9 系のままであるため 300PS で使用している。定期運行以外では、導入直後に、阿武熊急行に入線したことがあるほか、訓練や貸切運転などでは、両運転台構造を活かした単行運転もされている。 運行路線は以下の通り、運用の詳細は合図ロマン号を参照。2016年3月26日の北海道新幹線開業に伴いエッサシ線が転換された道南イサリビ鉄道では開業時に JR 北海道からキハ4 0系1 7 0 0番台給料が上渡された。うち2両は貸切列車としても用いられる長まれ号用として、 塗装変更と内装の改造が行われたが、他の車両も、同社オリジナル塗装への変更が行われている。JR 北海道から譲渡された、キハ40系のうち、キハ40系330番台2両と、キハ48系1330番台3両が2014年8月24日から、ヤンゴン市内の路線で運行されている。5両編成で冷房も使用している。 2013年に竣工した、キハ48系のうち、301と302は、バゴーニャウンカシーカンにて運行されている。JR 東海は2015年3月27日、ミャンマー鉄道省へのキハ40系12両の上等を、同年7月22日に41両の上等を発表した。ミャンマーに到着後に順次改造工事を実施し、 2015年7月以降順次、ヤンゴン市内の路線で運行を開始した。JR 東日本は2015年7月17日、7月下旬から、ミャンマー国鉄への車両譲渡と、車両保守に関する技術支援を実施すると発表した。対象はキハ4 0系1 3両、キハ4 8系6両の合計19両で、第1陣の6両は、同年8月に、 ヤンゴンに到着し、9月末から同市内で運行されている。運行路線は以下の通り。2017年3月に、カラス山線での運用が終了した、キハ40系船番台のうち、キハ4 0 1 0 9を、西木川鉄道が譲り受け、内装をレトロ町に改装し、同年9月16日に、西木川清流線で運行を開始した。外装は、JR マークをはじめ、 カラス山線時代のものを引き継いでいる。2020年3月に、ただ線での運用が終了した、キハ40系のうち、キハ40から2021.2026の2両を、東北色のまま2020年5月19日に、譲り受けた。2021年春からキハ200系の置き換えようとして、営業運転が開始される予定。 同年4月23日の営業運転開始前に運行される臨時急行里山号に使用された。列車行き地外設備新設に伴う予備車の不足を解消するために2021年3月12日をもって運用終了した秋田車両センター所属車を JR 東日本から譲り受けることを明らかにした。運行開始は2022年前半を予定している。 ありがとうございます。